皆さんおはようございます。全日本モトクロス第、7戦近畿大会、関東の名阪スポーツランドです。今日は、9月8日土曜日、午前8時ちょっと回ったところです。今初めてコース上がってきたんですが、ここはあの1コーナーアウトサイドのいわゆるあの観覧席というか観覧崖というか、比較的全体が見渡せるポイントです。場所取りしている方もすでに何人かいらっしゃいます。今第一パドックを見ています。そして、大会本部があってスタート、1コーナーこの下をターンして、こういう形で、ヘアピンをターンした後池周りの、コースへ降りていって、今度ここからは見えなくなるんですが、裏ストレートというか、コンビネーションジャンプがあるあの第2パドック側の方向へ行くコースです。さっき雨がパラパラっとしたりしましたが、現状、青空も見えていて、非常に風も涼しくていい感じです。ただここ非常にただですね、あの天気が変わりやすい、あのなんていうか風の通り道になっている場所なので、もしかするとザーッと降るようなことがあるのかもしれません。2ヶ月、休んだインターバル明けのレース、各ライダーどんな仕上がりなのか、楽しみにしたいと思います。ハイパーモトクロスイングは、今回も頑張って速報します。よろしくお願いいたします。